は、イギリスの元外交官、セントアンドリュー大学卒、1946年来日、1980年から1984年まで、中日英国大使を務めた。日本アジア協会の代表、ロンドン日本協会の代表も務め、数多くの日英関係と日本の歴史に関する本を、執筆。ジャパンタイムズにもたびたび投稿していた。 父親が教師をしていたカンブリアにあるボーリングスクールセドワースクールを出た後セントアンドリュー大学で学ぶ戦争のため日本語通訳育成が必要となったことからセントアンドリュー大学では日本語学習者を募集しており1943年から4年間イギリス空軍で働く傍ら日本語も学び始める駐留したシンガポールでは上官ラの日本語通訳を 勤め、1946年から1年3ヶ月間、日本に駐在。この経験から外交官になることを決め試験を受けたが、成績が足りなかったことと、名門のオックスブリッジ卒でなかったこともあり、かなわなかった。1947年から2年間、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で、日本語を学び、再び外交官試験を受けて合格し、外務省に入る。 外交官として、シンガポールを経て1951年から3年間東京勤務。ドイツのボン駐在後、1961年から4年間と、1966年から4年間東京駐在。王立防衛大学で学んだ後、ワシントン DC 駐在。1975年より、中米大使時間代理となり、外務、英連邦省より1980年に、 中日大使を任命される。同年、聖マイケル、聖城寺勲章を受けないと助任。大使退任後は、ロイズ TSB 参加のオフショアプライベート銀行、ヒル・サミュエル &CEO の役職につき、また、日英関係の執筆などの仕事を続けていた。2018年8月13日に、ロンドンにて死去。94歳没。コータッ達ラが、 ロンドン日本協会に寄付し、在英国日本国大使館内に保管されていた古書、古地図のコレクションの一部が盗まれ、クリスティーズのオークションにかけられていたことが2000年に発覚した。ことの発端は、コータッチが大英博物館近くの古書店で自分が寄贈した本2点が売られているのを発見したことで、警察の捜査の結果、 約150点が大使館倉庫から盗まれ、その一部が国内外の古書店やオークションに流通していることが分かった。ロンドン日本協会から蔵書整理要員として大使館図書館へ派遣されていた英国人男性が事件発覚後一部セットを認めた。蔵書はロンドン日本協会が設立以来100年にわたって集めた非公本の一部で盗まれた本には 市場価格数百万円のものも含まれ、総額数千万円に上ると見られている。犯人は盗品を除外して、蔵書目録を作成するなどして、犯行を隠蔽していた。同コレクションは研究者にすら原則、非公開とされていた一方、犯人は3年間にわたって、窃盗を続けており、日本大使館のずさんな管理ぶりが指摘された。息子のウィリアム・ジュリアンは、 ウェストミンスタースクール、インペリアルカレッジロンドンを卒業後、インペリアルケミカルインダストリーズに勤務、米国在住。他に、娘が二人おり、三人とも、日本生まれ。ザ・ジャパン・タイムズ・オンライン ABCD ・インタビュー、チャーチル・カレッジ・ハット・ AB ・ミス・ラッセン・ウェード・2、ー、WJ ・コルタザス、ニューヨーク・タイムズ、エイプリル1、1990、元中日英大使、 高達氏巨岩小論執筆メンバー94歳。産経新聞社。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュ life スラッシュ news スラッシュ180815スラッシュ lif1808150038-n1 ドット html2018 年8月16日閲覧エンバシーエストールン レアブックスソールドアットクリスティ、エスティーチテレグラフ、08オーガスト 2000ABC、在営日本大使館で大量盗難古書や、美術品150点以上共同通信、2000年7月10日、レアブックス、アートストールンフロムエンバシーインランダンス、ジャパンタイムズ、ジュライ11、2000。ありがとうございます。